ユーカーはアメリカ合衆国などの英語圏で行われているトランプを使ったトリックテイキングゲームの一種である。切り札のあるプレーントリックゲームであるが手札の枚数が5枚と少ないのが特徴である。ジョーカーはアメリカでこのゲームのために初めて導入された。ただし現在はアメリカではジョーカーを使わないのが主流である。切り札ではジャックが最も強く次に 切り札と同じ色のジャックが強い。この冬代わりなルールは日本のナポレオンに影響を及ぼしていると考えられる。手札が5枚のスピーディーなトリックテイキングゲームは非常に古くから見られる。カードの一部しか使用しないために運に左右されることが多く、賭博、または宴会の余興として行われることが多い。ナップはその典型的な例である。切り札数とでジャックが強いゲームは ヨーロッパには数多く見られるが、切り札と同じ色のジャックが強いのは珍しく、例えば、A と A が強いオンブルのようなゲームの影響が考えられる。アルザス地方で行われていたユッカーシュピールというゲームがユーカーの直接の先祖であると考えられている。アルザス地方では、切り札の二枚のジャックのことをバウアーと言い、全部のトリックを取ることをマーシュというなど、用語もユーカーと、 共通している。バウアーとはドイツ語で農民のことを意味する。おそらくドイツ系移民によってユッカーシュピールが19世紀前半にアメリカ合衆国に伝わりユーカーと呼ばれるようになった。ユーカーというギリシャ語風の奇妙な綴りはおそらくエウカリスチアに影響されたものであり、ギリシャとは特に関係がない。一時はアメリカの国民的ゲームとまで言われた。 現在は一時の人気は衰えているものの、中西部では今でも盛んに行われているほか、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどでも遊ばれている。ここでは4人が2人ずつパートナーを組んで行う方法を紹介する。通常のトランプの2から6までを抜いた32枚のカードを使用する。8までを抜いて24枚で行うこともある。カードの強弱は、 切り札以外では通常のランクに従う AK9J1987 切り札ではジャックが一番強い。これをライトバウアーと呼ぶ。次に切り札と同じ色のジャックが強い。これをレフトバウアーと呼ぶ。したがって、例えば切り札がクラブの時強弱は次のようになる。最初のゲームの前にカードを引いて最も少ないランクのカードを引いた競技者が 最初のディーラーとなる。ディーラーは、プレイごとに時計回りに移動する。ディーラーは、自分の左隣から、初めて、時計回りに各人に5枚ずつの手札を配る。残りは裏返しておき、一番上の1枚をめくる。この1枚を、ターンアップという。ディーラーの左隣から時計回りに順に、ターンアップしたカードの数とを切り札として受け入れるか、またはパスする。 誰かが受け入れたら、そこで、プレイが開始する。この時、ディーラーは、ターンアップを、手札の中の不要な一枚と交換することができる。全員がパスしたら、ディーラーは、ターンアップを裏返し、今度は再びディーラーの左隣から順に、何を切り札にしたいかを宣言するか、またはパスする。宣言するとき、先に表にしたカードの数等を言ってはならない。 今回も全員がパスしたら、その回のプレイは流れる。ディーラーを交代して配り直す。誰かが切り札を決めたら、そこで、プレイが開始する。切り札を決定した競技者の属するチームをメーカーと、いい、もう一つのチームをディフェンダーという。切り札を決定した競技者は、単独で戦うことを宣言することもできる。この場合、そのパートナーは主殺を伏せて、プレイには参加しない。 通常は、ディーラーの左隣の競技者が、初回のトリックをリードする。ただし、メーカーが単独で戦う場合、メーカーの左隣がリードする。プレイは時計回りに進行する。通常のトリックテイキングゲームのルールに従うが、レフトバウアーが、切り札と同じスートに属することに注意。モーヘッドによると、ディフェンダー側の一人も、パートナーなしに戦うことができ。 その場合ディフェンダー側が5トリック全部を取れば4位点を得る。どちらかのチームの得点があらかじめ決められた点数に達したらゲームの終了となり得点の多い側が勝利する。ユーカーには多くのバリエーションが存在する。ジョーカーを加えた場合、ジョーカーはライトバウアーより強い切り札として機能する。このため、ジョーカーは古くはベストバウアーと呼ばれた。 ジョーカーも切り札のスートに属することに注意。ターンアップがジョーカーだった場合にどうするか、はっきり決まったルールは存在しない。モーヘッドによると、常にハートとして扱うという。イングランドでは、ジョーカーの代わりに2を使う。このカードは、ベニーと呼ばれる。各競技者は単独で戦う。2から9までを除いた20枚で行うと良い。カットスローというカーと呼ばれる。 メーカーは単独で残り二人がチームを組んで戦う。ディフェンダー側が勝ったらディフェンダーの各自が一点ずつを得る。四人から六人までで遊ぶが固定したチームは存在しない。メーカーは自分のパートナーとしてあるスートを指定する。そのスートの一番高いランクのカードを持っている競技者がパートナーとなる。 したがって、誰かがそのスートのエースを持っている場合を除いて、誰がパートナーであるかは、パートナー本人にもはっきりとはわからない。ドイツ語で、ハーゼンプフェファーとは、ウサギの故障煮込みを意味する。24枚のカードを使い、4人で競技する。パートナーは存在しない。主殺は6枚。競技者はそれぞれ自分が何トリック取れるかを1から6の範囲で宣言する。 最も多い数字を宣言したものがメーカーとなり、切り札の数等を決定する。メーカーが最初のトリックをリードする。メーカーが宣言以上のトリックを取ったら、取ったトリック数が点数になる。宣言未満のトリックしか取れなかったら、メーカーの点数はマイナス6点になる。ビッグペパーを宣言すると、6つ全部のトリックを取ることを宣言したことになり、かつ得点が倍になる。 すなわちメーカーは成功したら12点、失敗したらマイナス12点になる。ピノクル用の48枚のカードを使って行うダブルハーゼンプフェファーというバリエーションもある。ありがとうございます。